ラモスから井原へ、井原が出します。ボールを持っています。ドリブルで突破を渡す、はい、ドリブルです。そして武田、武田またドリブル、それかわした。そしてまた甲斐が持っている、シュート、シュート決まった。カズ、そして武田、そしてまたカズ、カズで1点を決めています。ベルディが1点先制。さあベルディのボールですが、ダビからカズに渡ります。さあカズが切り込んだ。そして菊原、さあ再びカズです。カズが、あー、うまい、うまい、非常にうまい。さあ木から、そしてあっと、これはシュート、カズが決めました。ベルディがわずか1点のリード、中盤を固めます。ベルディ、さあカズだ、カズが持ち込んだ、カズが持ち込んで、さあチャンスになるか。武田、武田に通って、あっとカズだ、カズが打った、カズが決めた。今日なんと2点目、カズリードしています。つながりがカットしました。つながった、カズにつながりました。チャンスだ、チャンスが来た。さあゴール、ゴール、ゴール、カズのハットトリック。ベルディのスローイン、ハーフエラン付近です。ベレイラが入れます。北川の頭を越えた、その北川を追いかける。さあパスを出した、いいパスが出た、待っていたのはカズ、カズが決めました、カズが決めました。右のサイドキック、ゴールを揺さぶっています。ベルディが先制、1対0、ベルディリード。ゴールキーパーの中が4番の反町へ、反町がディフェンスに出しました。おっと、このボールをインターセプト、カズ、カズがゴールキーパーかわして倒れながらシュート、カズが決めました。しかしフリーゴルスにとっては痛いミス。0対0です。手元の時計では12分を経過しています。またベルディ行った、ベルディの波状攻撃、何だった、何だった、チャンスだ、これはシュート。